江戸川区の都立篠崎公園でアジサイ祭りが開かれました。青や白、紫など淡い色彩の花で情緒を感じさせる梅雨の時期の風物詩、アジサイ。18品種およそ450株が植えられている江戸川区の都立篠崎公園ではアジサイ祭りが開かれ、先着順でアジサイの苗木などが無料で配られたほか、 アジサイの花びらでフォトフレームを作るワークショップも行われました。なかなかこのちょうどいい感じの時に通ったことがなかったので、すごい綺麗なんだなって改めて。いつも遊びには来てるんですけれども、初めて気づきました。おとき普段歩いてる道なものですから、この時期ならではの楽しみだと思いますね。また園内ではボランティアによるアジサイのガイドツアーも行われ。 参加した人たちは説明に聞き入っていました。